累計17万部を突破のベストセラー、居眠り先生と同時代に紡がれた伊集院静香自伝的小説の最高傑作。真っ当に生きようとすればするほど社会の枠から外れてしまう人々がいた。主人公である作家、競輪記者、テレビプロデューサー、文芸編集者、4人の愚者たち、不器用な彼らの濃密な時間と別れ、愛おしいほど切ない絆を描く人生の再生の物語。伊集院静香、愚者よ、お前がいなくなって寂しくてたまらない。集英社文庫より好評発売中。